世界中で毎年700万もの人々が心臓発作で亡くなっています。心血管疾患は心臓発作や脳卒中などの原因となる人間の主要な死因です。心臓発作の原因とは、すべての筋肉と同様に心臓には酸素が必要ですが、発作中は十分な酸素が得られません。脂肪沈着プラークが冠動脈壁に形成されます。冠動脈は心臓に酸素化された血液を送る血管です。プラークは年齢とともに大きくなり、塊になったり硬くなったり炎症を起こし、最終的に血管の閉塞を起こします。これらのプラークが破裂すれば、数分で周囲に凝結界が形成され、一部狭くなっていた動脈が完全に塞がります。血液は心臓の筋肉まで届かず、数分以内に酸素不足の細胞が死に始めます。これが心筋梗塞または心臓発作です。治療しないと病状が急速に悪化する場合があります。障害を受けた心筋が血液を送り出せなくなり、心拍のリズムが乱れることもあり、最悪の場合は発作が突然死を招きます。心臓発作の症状とは、最も一般的な症状である胸痛は心筋が酸欠になって起こります。それは潰されるような痛みなどと表現されます。痛みは次第に左腕、顎、背中、腹部へと広がります。しかし症状は映画のように急で劇的なものとは限りません。吐き気を催す人もいれば、息切れする人もいます。女性や高齢者の症状は目立たない場合があり、脱力感や疲労感が主な症状であるかもしれません。驚くべきは、多くの人、特に痛みを伝える神経が阻害される糖尿病患者の場合、心臓発作が無症状の場合があります。誰かが発作を起こしているかもと気づいた時、最も重要なのは早急に対応することです。救急医療サービスがあるなら直ちに電話を。これが最短で病院に行く方法です。またアスピリンの服用により血液を薄め、ニトログリセリン上で動脈を広げることで心臓発作が悪化するのを防げるかもしれません。救急治療室に着くと、医者が心臓発作を診断します。心電図が一般的に用いられ、心臓の電気的活動を測定し、血液検査で心筋障害を評価します。患者は最先端の肝疾患集中治療室に運ばれ、冠動脈の閉塞部位を特定します。心臓専門医は閉塞した動脈をバルーンを使った血管形成術で再開させます。金属またはポリマーステントを挿入し、動脈を開いたままに保つこともよくあります。より広範な閉塞には冠動脈バイパス手術が必要です。身体の他の部位の静脈または動脈を利用し、閉塞した血管を迂回して新しい血流ルートを作ります。これらの主義で心筋への血液循環を再確立し、心機能を回復させます。心臓発作の治療は進歩していますが、重要なのは発症の予防です。遺伝子や生活要因は発症のリスクに影響しますが、幸い生活スタイルを変えることは可能です。運動、健康的な食事、減量、どれも心臓発作のリスクを低下させます。過去の発症の有無は関係ありません。医師は週に数回の有酸素運動と筋力トレーニングを勧めています。心臓に良い食事に糖分や飽和脂肪含量が少ないのは、どちらも心臓病と関連があるからです。では食べるべきは何か。野菜から摂れるたくさんの繊維や赤身の肉の代わりに、鶏肉や魚、全粒穀物、くるみやアーモンドなどのナッツ類などが効果的なようです。その上、良い食事や運動計画により適正体重を保つことが心臓発作のリスクを減らすことにつながります。当然薬剤も心臓発作を防いでくれます。医師はよく低用量のアスピリンを処方しますが、特に以前発作を起こしたことのある患者や発症するリスクの高い患者が対象です。心臓発作の危険因子である高血圧やコレステロール、糖尿病などを管理する薬によっても発症のリスクを下げられます。心臓発作はよく見られる病気ですが、避けられない病気ではありません。健康的な食事をし、喫煙を避け、肥満を避け、ぐっすり寝てたくさん笑う。これらを心がけることで、身体で一番大事な筋肉が鼓動を刻み続けるのです。チャンネル登録して未知の世界を学び続けましょう。健康的な習慣から批判的思考の身につけ方、世界の神話まで、ありとあらゆるトピックの動画をご覧ください。情報を逃さず好奇心を持ち続けましょう。